イギリス政府は30日日本などが加盟する TPP 環太平洋経済連携協定への参加を正式に表明しましたイギリス政府は日本やオーストラリアなど11か国による TPP への参加を正式に申請すると発表しました発足時の3加国以外による正式な加盟の申し入れはイギリスが初めてです イギリス政府は TPP 参加の狙いについて急成長する市場や主要経済国へのイギリスのアクセスを深めるのにつながると指摘しました EU 離脱により可能となった独自の通商政策を加速させたい考えとみられます日本時間の明日夜トラス国際貿易相が TPP の議長国を務める日本の西村経済再生担当大臣らと会談し正式に申請する予定です